久保さん。今回無限に出る湧き水にしましょうか。無限に出る湧き水。まあ止まんないですね。僕も多分、その、止まらないと思います。あの、いくらでも喋れますね。喋ろうと思います。<laughs> で、これなんでかっていうと、この前僕中村さんと、まあ音声対談し取ったんですよ。で、その時に中村さんと話してる時に最初その、健康の話になったんですよね。あの、西洋医学というか。 で、その話になって、いや、ちょっとすみません、もう話戻しましょう、みたいな。中村さん、この話だったらどれくらいできますって言ったら、4日はできます、みたいな。<laughs> 4日ずっと喋り続けられます。で、何かっていうと、あの、中村さんトレーダーなんですけど、それもめっちゃ好きなんですよね、健康オタク。めっちゃ健康オタクなんですけど、めちゃめちゃ勉強してるし、めちゃめちゃ調べてるんですよね。だから、要は、喋れないっていうことは、その、なんだろうな、 あ今までの人生においてめっちゃ好きやねんとかめっちゃこれ勉強したとかめっちゃこれ体験してきたとかめっちゃこうやねんっていう多分めっちゃがないですよねめちゃいめちゃ息がないっていうねだから僕とか久保さんはめっちゃやってるんでやればやるほどめっちゃやれるんですよこれだから無限の湧き水ですよねだ相当みんなよりやってるんでもっとまた出てくるんですよ 分かりますだからやれ、情報発信やり込めばやるほどやり込むほど、その、なんだ、やってる経験が出るので、また出るんですよ。わかりますでも多くの人って、うん、それをやらないから、その湧き水、っていうか無限に水出てこないですよね。なんか、なんだ、もうやって終わりみたいな。ネタ終わりみたいな。ネタがないとかね、喋ることがないとか。だから、なんだろうな、 まあ今はその無限に出る湧き水みたいな話でお話ししたんですけどもまあそうは言ってもねなかなか出ないとは思うんでやっぱ自分が生きてきた歴史の中で逆にそのなんか集中してやったことだったり受験勉強でもいいと思いますしまあ何かしらあると思うんですよそれないんだったらそれは人生ちょっともう一回スタートしてほしいですね何もその長い人生生きてきた中で熱中したものが何一つない 別にそのカブトムシに熱中した話とかもいけるはずだと思うんですよね。子供の時とか。例えば、なんだろうな。今、あの、お笑い芸人の人で、なんだっけな、あの、柴田さん。柴田。えー、柴田。えー、動物。今、その動物めっちゃ好きやねんっていうことで、その、お笑い芸人ですね。お笑い。お笑い芸人。 お笑い芸人、アンタッチャブルアャッタブ、アンチャッタブル柴田さんだ。これはアンタッチャブル柴田さんが、その動物の図鑑とかもこれ出してんのかなそう、だから、なんだろうな、めちゃめちゃその、なんだろう、好きなことが結局、その情報ビジネスになってるわけじゃないですか。ね <laughs>。動物図鑑みたいに出しても、あ、あ、で、結構こ、これがめっちゃ好きだから、あの、その動物番組とかに呼ばれたりとかしてるわけですよ。 仕事が動物で来てるわけですよね。で、あとはなんだろうな、家電、あの、アメトークでも家電芸人とかあったと思うんですけど、僕家電めっちゃ好きなんですよね。だからその、ヨドバシカメラに一日入れる人なんですよ。 で、その、なんか、炊飯器とかね、電子レンジとか、もうとにかく電気製品を見てるだけで楽しいんですよ。あの、洗濯機がぐるぐる回ってるのを見るだけでも面白いし、こんな洗濯機また出たんだなとか、冷蔵庫とか買わないけど、冷蔵庫、あ、こういう冷蔵庫今あるんだとかね。この前、その、東芝さんだったかな。東芝さんが出してるヨドバシ行ったんですけど、あの、冷蔵庫で、ボタンピって押すと、扉がピって勝手に出てくる冷蔵庫があって、これめっちゃええやん、みたいな。なんか、ボタン、なんか、ピって触るとピって出てくるんですよ。だから、なんかその、 なんか、手が塞がってても、ピッてやったらピッて開くんで、もうこれいいよみたいな。で、ずっとピッピーやってたんですけど、<laughs> 買わないけどね。買わないけど、めっちゃ好きなんですよ。なんかあるでしょ。ね。だって、アメトークの家電芸人も、家電の話して番組が成り立ってるんですよ。ね。あとは、ま、いろんななんとかで芸人とかもありますけども、なんか、人生において熱中したものとか好きなものとか、絶対あるはずですよ。 でそれないんだったらちょっと人生をまたちょっとリセットして今からなんか好きなものを見つけられるというかなんかやってほしいんですけど <laughs> 何一つ熱中したものがないなんかその例えばなんだろうな昔の遊びでね缶切りに熱中したとかねまあ今の子缶切り知らないと思うんで缶切りをどうやるのかみたいな缶切りめっちゃ面白いねみたいなねとか缶切り超面白かったんですけどとか <laughs> なんかそういう大貧民とかね 大貧民懐かしくないですか大貧民のやり方とかね。なんかその、なんかあるじゃないですか。なんか。だからそれを出せばいいんですよ。ない人はね。まずそれを出しまくると。で、出しまくると、出しまくる経験が出るので、またその経験が、また出しまくれるわけですよ。だから経験が経験を呼んでくれる。申し上げますね。経験が経験を呼んでくれるってことですね。でも経験を積まないといつまで経っても情報発信はできないんです。 僕と久保さんはもう常にこうやってるのでいくらでも無限に出ますいろいろと。うん、これからも <laughs> いってらっしゃい。